何がです？アルセウスに会える条件なのだ。以前のブリリアントダイヤモンドはどうしたのですの？異世界の仕事が忙しくなったから打ち切りなのだ。結局バトルタワーは勝ち抜けなかったのですわね。いろいろあって今はアルセウスをやっているのだ。世間はポケモン SV でにぎわっているのに。そういえばあと2体のポケモンはどなたですの？攻略サイトを見ていない僕が予想するに、タテトプスとトリレプスなのだ。その根拠は？頭蓋とストラムファルドがいるのに、タテトプスとトリレプスが登場しないわけないのだ。答えは簡単でしたわね。第4世代で追加されたポケモンだから、必ずアルセウスにも登場するのだ。今いる場所は頭蓋ドスを捕まえたところだから、タテトプスも出てくると踏んで探しているのだ。うわあ、人に向けては開口線を打ってはいけないのだ。どこかのチャンピオンがやってましたわね。頭蓋ドスはずっとそこにいますわね。もしかして固定シンボルなのでは？どこかにタテトプスが出現している可能性が高いのだ。泥爆弾と大文字が効きますわね。お守りがなければ即死だったのだ。命中する水の波動は厄介なのだ。あ、時空の歪みが終わってしまったのだ。ここでまた時空の歪みが発生するまで待つのだ。場所に時空の歪みが発生したのだ。これは期待大ですわね。今後ろの方で聞き覚えのある鳴き声が。じゃあ戻るのだ。冷静に行きますわよ。
いますわね。ここまで長かったのだ。あとはアルセウスに会うだけですわね。とりあえず今回はこの辺りで切って、次回会いに行くのだ。果たして次回があるのか。